ってきます。楽しみます。最初は全然緊張してなかったんですけど、こう球場を歩いてここに向かってくる最中からすごい緊張してきて、でもちょっと緊張でちょっと震えが止まらない状態です。選手を間近で見れるんで、緊張してドキドキしてます。選手を見るって言ったらやっぱ早く行ったりして、フェンス越しにとか見たりすることが多いんですけど、今回はちょっと間近で見れるということですごい楽しみにしてます。僕も楽しみにしてます。これより7月度の月刊スカパーさよなら賞受賞式を始めます。こういった賞を、いただいてすごく嬉しく思います。それではスカパーの視聴者代表として本日お越しいただきました北沢智則様、田中裕樹様よりスカパーのキャラクタースカッピーを贈呈させていただきます。お願いします。ありがとうございます。以上で授賞式を終了させていただきます。現実感がないというか、まだこう実感がないですね。まだ続いてます、ドキドキが。いや、想像以上に大きかったです。ああ、大きかったです。そうですね、記者会見とかを見ることはあまりないので、編集されたものしか見ないので、分からなかったんですけど、なんか意外とこう和やかな雰囲気で進んでるんだなっていうのが分かりました。なんか選手のこうプレー以外のところでなんか優しそうな感じがして良かったです。私は地元が長野なんですけれども、昔長野によく西武ライオンズが試合に来ていて、でその試合を見て少し感動して、でファンになって今に至ります。どれぐらい？そうです、もう10年以上前ですかね。はい、僕は彼の影響で、はい、最近の西武ライオンズはその負けていても9回まで何が起こるかは分からなくて、でそういったのを最後までちゃんと見ようと思ったら、やっぱり完全中継しているスカパーさんじゃないと見れないので、契約したいと思って今も契約してます。その時間をもう試合の開始前までにこう合わせたりして、自分の中でスケジュールを立ててます。移動中とかも見れるように、はい、してます。最初はもう本当に驚きました。電話がかかってきたので出てみたら当選されましたということで、もう最初は実感がなかったんですけど、あの会見に行けるんだみたいな感じで。応募された記憶あるんですか？応募は、はい、毎月ちゃんとチェックしていたので、はい、それとは繋がんなかった？そうですね、すぐには出てこなくて、そうか、あの時応募したやつかみたいな感じで。僕は何言ってるのか分かんなくてとりあえずなんか休み取ってみたいな言われるがまま、当てて休み取って、当て今度はプレゼントします。お願いします。応募も無料ですし、一か八か応募しないと分からないので、もうとにかく応募してみようっていう勢いで応募してます。そうですね、もうぜひ応募した方がいいと思います。応募も結構簡単なので、自分の思った通りにこうコメントが書いて、でもうすぐ応募した方がいいと思います。なかなかこういう機会ないんで、ぜひみんなに話したいなと思います。